さあということで、はい、いよいよ女子57キロ級プレーオフ、はい、伊調馨選手対川井里選手、また、はい、伊調さん、青岡川井さんですね、はい、さあ始まりますね、いよいよ始まります、ね、すごい緊張感が、これは日本テレビの方でも中継、生中継してるんですけどね、はい、家で見れるんですけどね、そうですね、はい、どっか一応近くまで来てるんですけど、はい、近くで、フールで見てます、はい、フールで、さあいよいよ始まりますね、さあ始まります、始まります、第1ラウンド始まります、始まりました、これ手首やっぱ怪我してるのかな、なんかね、川井さんずっとね、手首こう軍手みたいに一瞬遠くから見ると見える、ここの2本か3本ぐらいまでね、はい、固定してますよね、テーピングね、そうですね、テーピングで、うん、やっぱ軍手に見えますよ、遠くから見るとね、軍手、まあ、白い職人的な人何を言ってんだよいや職人ですよ、本当に、まあまあね、レスリングで言うならね、はい、職人、匠ですからね、お互い匠のようなレベル、なかなか入れないで取られたか、動いてるに見えたんですよ ね、 そうですね、あ、ここで川井さんが30秒間で取らなかったら一応さんにワンポイントあります、おちょっと気がしてるんでしょうね、掴むかなと思ったけど、はい、掴んだ状態で一旦もう、あ、もう一回、もう一回、片足取った、片足、いや、やっぱ早い、川井さん取った、取るか、でもね、まだ耐えてます、まだ耐えてる、まだ耐えてる、持ち上げた、持ち上げた、持ち上げた、片足から持ち上げたけど、これでは倒せない、うわ、耐えた、この体幹の凄さ、すごいすごい、伊調さん片足でこう持ち上げられたんですよ、持ち上げられたけどぐるっと手をついて3点ポジションつかない状態でぐるっと回って回避したのでノーポイント、ノーポイントなんですよ、すごいっすね、片足でこんだけ上げたんですよ、川井さんもね、はい、いや、この体幹のバランスの感覚の良さはすごいな、すごいっすね、35歳になる伊調さんがね、ここまでバランス保ってるのすごいな、すごいっすね、ラスト10あれで避けれないですよ、普通は、はい、ただ持ち上げた川井さんもすごいね、すごいっすね、すごいぐるっと上に、さあここで第1ラウンド終了、すごい1対0ですね、伊調さんが1ポイント、取りましたね、いやでも首かしげながらも動きいいんじゃないのかな、この感じ見てると、ね、うん、さあ川井里さんね、妹のね、由香子さんがセコンドついてね、はい、姉妹のね、そうですね、姉妹愛、さあ今ちょっと再現 VTR 出てますね、片足取って頭に入れて担いだんです、ぐわーって持ち上がったのをパッと切り返した、切り返しました、ね、これはすごいな、体幹、ただこう見てるとやっぱ川井さんのタックルはねほぼ全部取ってますからね、そうですね、取れてますから、はい、入れてるってことはこの後第2ラウンド全然可能性ありますね、そうですね、これを入らせないようにうまく切るかっていうところがポイントですね、はい、審判の方は黒縁眼鏡とヒゲですね、うん、はい、なんかあのパーティーグッズの眼鏡と一瞬そう見えちゃう、一瞬そう見えちゃう鼻がちょっと大きいから失礼な、ダメです、パーティーグッズ風の方と思ってください、自分はタックル入った、タックル入った、片足だった、片足だった、川井さんが片足取りました、片足取りました、片足取った、片足取った、今度は取れるか、今度はバランス崩してるね、ちょっと伊調さんさすがにバランス崩してる、あ、ちょっとね、手のあれが取れそう、取っちゃいましたね、手のあれがちょっとサポーター気になってるね、あれがちょっと逆にな、ただ全部取れてます、そうですね、伊調さんが切れてない足を、うん、全部入られてるから、ただポイントになってないんだよね、この凄さですよね、ですね、伊調さんのここでポイント取らさないっていうね、すっごいな、ここで取らさないのがすごいな、ただ全部入ってますから、そうですね、あーっと指がやっぱちょっと指気になってますね、指をあんまり掴むなっていう注意でしょうね、あ、まあ別に故意じゃないですからね、そうですね、アクティビティタイムですね、タイムアクティブタイム、はい、ここはでかいですよ、だってこの状態で1点、うん、同点になった場合はラストポイントなので川井さんが勝ちになってますから、そうです、ね、ここの17秒1点取られるのはちょっと伊調さんとしてはあんまりやりたくないところですけど、さあ、取った、また取るな、片足、あ、取ったけど潰されてるな、これ潰してさらに川井さん、あ、伊調さんが、ね、そうですね、伊調さんが川井さんの足首を持ってうまく切って、はい、はい、これ でアクティビティポイントがこの間にワンポイント入ったので川井さんに1-1、これバックはこれ取ってないですね、入ってないんだ、入ってないんですね、川井さんの場合ちょっと左手にちょっと指の白のテーピングとで右手の手首の方にこの黒いね、はい、回してますね、サポーターみたいな、そうですね、あの大吾さんがつけてるような感じですかね、あのウィッシュの、ね、黒いウィッシュ、はい、軍手と大吾さんみたいな感じで今つけてると思っていただければ川井さんは、両手が、はい、さあ1対1です、そうですね、この時点はラスト、ちょっとこれ気になってますね、うん、あ注意入った、あ、アクティビティだ、アクティビティ、なるほど、アクティビティポイントが入ったので、これでまた伊調さんが30秒間にポイント上げなかったら、今度は2対1で、あ、当たった、当たった、当たった、勝ち取った、伊調さん取った、勝ち取った、伊調さん取った、まだでもこれはって、まだ、まとめてあげ、あ、バック、バック取られた、逆に回すか、うまく回すか、これはどう、これはどうだ、川井さん2ポイント、川井さん2ポイント、川井さん2、バック取りました、逆転のバック2ポイントか、これは3対1、さらにアクティビティが入るから4が入りますね、このままいくと、
さあこれをこれで返すか返すか返すか。お、うん？2さらに2返った。返した返した。したうん、チャレンジ。うん、ちょっと、うん、1さらに1、うん、これはどういうことだ。これで2対5ですね。あれ2対5。あ、でもチャレンジが入る。ここのチャレンジは止めちゃったらもったいなかったかな。うん、バック取って今また先行けそうな体勢でしたけど、チャレンジが入りましたね。またなんか、うん、どこのチャレンジだろう今。そうですね。多分河合さんの2が入ったのがおかしいんじゃないかって、タックル取ったんですけど、そこをうまくこう足をまたいでバック取ったみたいな感じですね、河合さんがね、はい、タック取られたのに、はい、あ、ここで取られた。ここでちょっとハーフネルソンからここをくるっと返したんじゃないかってことでしょうね、はい、これがその前にバック取った2ポイントが入ってるからちょっと微妙なところです ね、これも2に入れちゃうのかっていうのが微妙だっていう判定なんでしょうね。確かに、確かに、まあ、でもデンジャーポジションっぽいから、まあ、そしたらニアホールにも近いのかなっていうところもありますけど、さあこれはどうでしょう、ちょっとジローラモさんのようなね、ジャッジの方がジローラモ渋いですね、渋い、ちょっとロマンスグレーでちょっとイケメン、そうですね、あ、8の頃のリチャードギアのようなやつ、白髪とこのちゃんといい感じの綺麗な感じですね、はい、8のって8のってさあ残り33秒で今2対5なんですね、河合さんが3ポイントリード。さあこのチャレンジでもしチャレンジが認められなかったら多分2対4、2対3になるのかな、そうですね、なる可能性がある。でもチャレンジが失敗した場合は2対6になっちゃいます。なおさら河合さんリードです。残り30秒です。30秒、さあ、2点 と終わり。伊調さんの伊調の1点は何なんですか、うん、でも3対2になりました。3対2になりました。伊調さんが残り30秒です。さあ残り30秒、入った。河合さんが1点勝ってます。1点勝ってますよ。さあこれ分かんない、30秒なのか、どうだ、30秒は分かんないよ、30秒は、これは怖い、どうなるか。さあ残り20秒、さあここで河合さん20秒入れさせないか。さあ残り10秒、あ、取ったサポーター投げましたね。大悟取りました。大悟はもういらないと軍手のみです、河合さんは。もうラスト、さあ10秒、ラスト10秒、ラスト10、1点差、1点差、このままいくと河合さん、勝つか、勝つか、もう一応させ、ちょっと、ちょっと、タクト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 、うわ、あ、場外だ、うわ、やばい、場外だ、うわ、これ1じゃない、うわ、入った、入った、あ、でも場外の1点、だから3-3ですってことは、ラストポイント取ってる一応さんですか。一応さんですね。いや、違う、ビッグポイントだ、ビッグポイント取ってるんだ、ビッグポイント取ってるのに2点取ってる河合さんです。3-3ですから、河合さん、ラスト2.71、残り2.7秒、うわー、これは難しい、残り勝ちか、終わり。なるほど、3対3でビッグポイントを取った河合さんの勝利。河合さんかな、河合さんですかね。河合梨紗子さんの勝ちですね、これは。そうか、河合さんですね。2ポイントを1回取ってるんですよね。なるほど、ビッグポイント。で、伊藤さんは1ポイント、1ポイント、1ポイントの3点。なるほど。河合さんは2ポイントと1ポイントなので、2ポイント取ってる河合さんの勝ち。なるほど。河合さんですね。これ、いい勝負だったな。すごい試合ですね。これ伊調さんも生かしてあげたいぐらいですね。そうですね、うん、これ両方行ってもいいんじゃない、代表でダメなのかな、これ。そうですね、いや、この1、この差がほぼないですよ、これ差、ね、うん、何の差もない、うん、差がないですよ、1個も差がない、これどっちも、うん、どっちも生かしてあげたいな、これ。勝ちましたけど、これどっかね、あんまりレスリングあんまりの興味ないとことかなんかないですかね。僕たちの国の枠上げますよとか、誰か枠上げないくれないですかね、これ。上げてあげていいですかね。いやーすごい試合だったな。いやー、はい、ということで57キロ級は河合梨紗子さんが勝ちました、はい、世界選手権代表決定です。おめでとうございます。